こんばんはです。どうも。やば、後ろ服散乱してます。こんばんは、ただいま、お疲れ様です。やっほー。今日は生配信見てくださいましたか、皆さん。生配信だけど、なんかね、大丈夫そうでした。こんばんは、やっほー。今日はお団子で一日過ごせました。すっきり、すっきり。いや、わかる、小さかった、わかる。なんか普段メンバーといるからさ、あれやけど、やっぱね、身長差とか体格差とか、なんかすごい、なんかこじんまりしてたよね。私こじんまりしておりました。お団子明日は下ろしていこう。そう、みんな面白い方ばかりです。今日エレタンさんはね、そう、参加できなかったんですが、そうなのです。あれで全員ではなくて、他にも今日参加できてないから、エレタンさん含め2人参加できてないんですけど、そう、シンディちゃんとフィルインっていう役の2人が参加できてないんだけど、それ以外の方は、私が配信でショールームで言ってる忍者の方もみんな分かったかなね。こんばんは、やっほー。そうなんや、カタカナが多くて、カタカナ、もう台本カタカナだらけ。まず役名がカタカナだし、国名とかもカタカナだったりして、そう、カタカナいっぱいです。22歳になって、おめでとう、お誕生日おめでとう。にゃんにゃんだね、猫だね。猫してもさ、角がある。猫、にゃん、にゃんにゃん。誕生日多いね最近、このルーム。猫ちゃんいいですね、若いね。にゃんにゃか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 。私もそんな時代がありました。でも私22ですって入った。おお、じゃあまだ STU 入れるよ。STU のオーディションがあったらまだ入れますよ。おお、そうだよ。なんか今ってフォーテッドグループのさ、年齢25まで OK みたいなね、25まで OK みたいなオーディションなんでしょ。私の時は22までやったけど、22ね。そう、 SKE さん今25歳まで OK 応募年齢らしい。そう、 HKT さんとか多分18とか17とかそんぐらいだった気がするね。そうですよ。こんばんは、どうも。いやいや、今日は一日過去一長い稽古時間だったから、まあ、ずっと喋ってるわけではなくて、待機時間とかもあって、全然なんかこう見とく時間とかだったり、勉強する時間だったりもするんですけど、今日は一日あったから結構ヘトヘトになりながら帰ってきました。ヘト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 。今日に限って帰りの電車がめっちゃ人多くて座れなかった。マジで人多かった、混雑。朝も多かった、朝もさ、いつもより早くて人が通勤ラッシュで多かった。通勤ラッシュでございました。はい、そうなんです。
よ。無事に帰ってきました。もうなんかさ、一駅一駅の間隔が狭いじゃないですか。だから音楽とか聴いてたら聞き逃すんよ、どこか、どこどこ駅ってやつを。だから音楽とかもイヤホンとかもせず、私は立つか座るかして一生懸命駅名を聞いてる。あ、そろそろ降りるところだって思って。そう、そうなんですよ。聞き逃したら通り過ぎちゃうから結構全集中です。わ、共感者多い。え、わかる。乗り換えアプリでめっちゃ見る。乗り換えアプリと Google マップ両方見て、これは何分に着くやつだってちゃんと頭に入れるけど、気づいたらね、一つ前の駅とかなってて、あ、やばいやばいってなって焦ります。ほんと混んでますね。え、わかる。何言ってるかわかんない時あるよね。あれ、ここどこみたいな。なんかさ、地元の駅とかだったら結構大きく看板にさ、どこどこ駅みたいなでっかいあるじゃん。ああいうのないじゃん。なんか上にポツンみたいなの、上になんか、わかります？言いたいことね。え、見逃したらわかんなかったりする。そう、ドアのモニターもなんかタイミング悪いとさ、なんかちゃんと映らない時あるじゃん。なんかわかる？駅名がなんか違うやつ映ってる時あるじゃん。なんかよくわかんなくて、まだ苦戦中。そうです。今日も無事に帰ってこれてよかったです。もう木曜日だから、あさってには香川にいます。あさって香川、しあさって広島で移動で体調崩しそうで怖いですね。あと寝過ごし問題怖いですね。終点とかだったら大丈夫だけど、寝過ごし問題が恐ろしいですね。本当に、まあ、そう、この前爆睡してて、広島着いてて、起こされて、誰か親切な方が起こしてくださって、起こされてって、もう起こしてくださって、起こしていただいちゃって、そう、あっってなって降りれたけど、そう、もう本当にあの方に感謝。名前もわからない、起こしてすぐ立ち去ったあの方に感謝って感じです。怖い怖い。いや、今日は本当にいっぱい、なんか、そう、昨日ね、縦の稽古があったんですね。昨日が一番結構ヘトヘトだったんだけど、縦をするってのが今日公開されて、縦するんですね、初めて。で、縦やったことないからさ、稽古で基礎練習とかして、昨日の夜からもうずっと体バキバキ筋肉痛で、そう、そうなんです、縦するので頑張ります。この前サーカリーもね、縦してたけど、舞台で私も縦するんですよ。そうなんです。だから昨日一応絆創膏をね、買ったんです。そう、100円ショップで絆創膏買ったよって言ってたじゃないですか。この手とかが意外とこう、この持つものでやられるかなと思って、一応買っとこうと思って買ったの。そうなんです、昨日初めて縦のお稽古で、そう、難しい。なんかいろんな、なんだろう、見てる分にはこうなんかもう雰囲気でさばいてるように見えるかもやけど、一個一個技名があって、その普通だったらこう切ったらもう切れるけど、客席からの見栄えとか、あの刀のその腹の向きみたいなとかもうなんか意識しないといけないっていう昨日習って、そう、それが難しくて、動画見ながらめっちゃ復習って感じで。そう
そうなんです。で尺が決まってて縦のシーンとか尺が決まってるから、ここまでにはその縦終わって次のシーンにならなきゃみたいなのもあったりするから、でも焦ったらダメってなって結構今そう縦苦戦です。まあ、でもどんな舞台かは今日の生配信である程度ね分かったんじゃないかなって感じです。お楽しみにしていてください、はい、ね、アフタートークもあるからねアフタートーク舞台のどんなことを毎回喋るのか分かりませんが、あとその今日の配信でもあったけど、アドリブパートとか結構あるんよ。日替わりというか稽古でも毎日違うことを言うんだけど、私もそういうのあるし、他の出演者の方もアドリブっていうかあるんやけど、みんなが笑ってくれたりしたら嬉しい嬉しくなるからネタ帳みたいなの作って、今日はこれにしようとか決めてます。アドリブの場所が決まってて、ここは任せますみたいなところがあったりして、だから何回か来てくださる方もそういう違いに気づいてもらえるんじゃないかなって思います。そうなんです、お楽しみにです。つくるちゃんです。つくるちゃんハサミチョキ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 テープペタ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 、ね、すごいんだけど、なんかドスドス音、上かな、上か横かのドスドスがすごい、すごいです、すごい、どんどこどん、うん、聞こえる？聞こえます？え、マジで怖いんけど、床抜けて落ちてきそうな勢いなんだけど、ジャンプしてるやろってぐらいの、え、大丈夫？ね、音するよね、めっちゃ怖い、恐怖です。ちょっと戦いに行こうかな今から。そう、ロックがテーマの舞台なんですよ今回。今日ねちょっとお届け物来たから、今日も購入品紹介できるんだよ。今日のお届け物はよいしょ、何だと思いますか。もうホテルに配置してもらうのに慣れちゃった。どうしよう、これでさホテル滞在期間終わっては間違ってホテルに届けちゃった。何でしょう。正解はこちらです。じゃーん、追加購入しました。もうこれさどこにも売ってないから、コンビニもスーパーもドラッグストアもないから、追加で今1個食べてて、追加で1ヶ月間食べようと思って、まあ舞台以外でもね、来年の9月まで行けるらしいから、もうね、普通に活動でも大事かなと思って、そうまとめ買いしました。これ安住におすすめのやつです。安住に教えてもらったやつをまた買っちゃいました。そうなの、いいでしょう。そうなんです、そうなんす、そうめっちゃ普通に買い物楽しんじゃってね、あんま見ないよねこれ、珍しいよね。今日ドンキで買いました。え、ドンキにあるんや、これこの前見に行ったけどなかったんよ。店によるんかな。終わりです、今日の購入品は。今日はどこにも買い物行ってない。あ、コンビニ行きました。コンビニは行って、コンビニ行って明日の朝ごはん買ってきた今日の夜ごはんも昨
昨日と一緒でお鍋にしました。この後食べます。はい、もう今すぐにでも寝れちゃいそうよ。やっぽー、パセリのことが気になりすぎて困って、一生気になったるやん一生好きになってくれん、もうずっと気になったる、いつになったら好きになってくれるやろ、もうずっと気になりますって、もう1ヶ月ぐらい気になってる1ヶ月以上。その準備もしなきゃ、みんなにまた持ち物チェックしてもらわないといけん。みんな持ち物チェック今日も手伝ってもらってもいいかしら。いいかしら。あ、今日はねこれ、今日これもらいました。今日着たこの T シャツもらったよ。あげますって言ったから、持って帰ってくださいって言ったからもらいました。じゃーん、んぼんぼって書いてます。んぼもらいました。で、あとはあとなんだろうな、あと水ですね。水も今日もあの稽古場から調達してきました。でこれは明日持っていかなくていいので軽くなります。マスクの補充をしなきゃ。マスクの補充今日1個使ったから何枚か補充しておきます。補充しました。おいし、昨日だか今日の朝だかの配信でおやつは稽古場に置きっぱなしにしたらいいよってコメントあったから置きっぱなしにしてきた。食べられないことを祈ります。あとクッキー持って帰ってきた気がするんやけど行方不明です。こんばんは。今日のアイスはジャイアントコーンでした。ちょっと待って、クッキーさ持って帰ってきたんやけど、消えたかも。クッキー前のクッキー、クッキーないかも。クッキー行方不明やわ。ない。クッキーどっか行っちゃった。あったのにな。もらったのに。昨日、今日もらってきたんですよ。また新たに。どっか行っちゃった。バッグの奥底にいるかな。多分行くと思います。そう、ムーンライト。差し入れ弁当って種類多いの。今日いただいたやつはおろしハンバーグ、生姜焼き、トマトチキンかな、3種類かなだったので今日は生姜焼きにしました。そう、差し入れシステムでもカレーとかも差し入れシステムにはあるらしくって、だから今日はお昼ご飯は買わずに行ったの。そしたらまさかのお昼の時間が16時とかだったのあれ今日昼ご飯あるから持ってこなくていいみたいな話だったけど、全然お昼あれ何時に昼ご飯なんやろとか、16時とかでめっちゃ来たのね。もうすごいたくさんいただいたから帰りみんな1人2つずつとかもらって帰ってて、そうみんなねいっぱい持って帰ってました。そうたくさんいただいて、休憩あるよ、休憩、昼休憩がある1時間ぐらいだから、その間に休憩時間にメール送ってます。持ち物チェック完璧、
もうほぼ置いてきた。だからマスクとマスクさえ入れれば OK でした今日は。明日何着ていこうかな。難しいな明日。動くかな。動くかどうか。うわ今テレビのニュースで闇バイトやってますよ。なんか最近よく流れてくる X で。私が撲滅活動をやっている闇バイト。闇バイトって言うからバイトと思っちゃうけど、普通にね犯罪加担者だからね。でもね、本来被害者なわけですもんね。何も分からずだもんね。その学生とかってバイト応募経験とか少ない人を狙ってさ、気づいたら加害者になってるっていうね。嫌ですね。本当。今日テレビなんかあるかな。今日木曜日？木曜日なんかありますか？寝るときつけとけるやつ。あ、お、日向坂さんの番組がある。じゃあ今日はこれを見ながら寝ようかしら。テレビ千鳥。あざとくて何が悪いの？アメトークが15分ぐらいある。今日のアメトークはおじさんなのに甘いもの大好き芸人。関係なくないいいじゃんね、おじさんも甘いもの好きでもねえ、お姉さんがしょっぱいの好きでも、うん、ね、いいじゃん。おじさんなのに甘いもの大好き芸人。みんなは何芸人ですか？私はアイス大好き芸人。芸人ではない、アイス大好きアイドル人間。あ、パセリお、スイーツ好き多いですね。スイーツ好きが多いわ。いや、しょっぱいのもね、食べたくなるよね。ね、ほんとなんか帰る時間、稽古終わって帰る時間とかってもうさ結構暗いじゃん。その中でマックとかがやっぱどこでも目に入るの。駅の近くって大体マックあったりするじゃないですか、ね、マックのあの M が輝いて見える。 M うわーマック美味しそう。あとすき家とか松屋とかなんか牛丼屋さん、牛丼屋さん、ハンバーガー屋さんとかね、居酒屋系とかやっぱ輝いてるからわあ美味しそう、いい匂いと思いながらいつも帰ってきてます。そうなんです。ケーキ作るバイトとかある、大変そう。すごいね、手先器用だね。え、牛すき鍋、そう牛すき鍋美味しそうやなと思ったんよ。あ、吉野家この時間に行きました。いいね、この時間の牛丼いいですね。マフィンはいいね。なんかなっちゃんのポストかなんかがさ米田コーヒーだったよね確か。うわー美味しそうなと思って、思いましたね。こんばんは。アメトーク見てみようかな。アメトーク、無音アメトーク。おじさんなのに甘いもの大好き芸人、誰が出てるんだ一体。今小杉さんの顔は見えた。あ、もういつものおなじみのメンバーかも。おなじみメンバーですね、甘えもの芸人さんは。サンドイッチマンさんとかね、もうゼロキロカロリー理論がありますからね。うん、おなじみでした。
もこういうさアメトークとかで家電とかスイーツとかをね知れるからいいよね。知識がある人がこうやってテレビで話すことでより、ね、こっちも教えてもらえて企業さんも売れて一石二鳥や。一石二鳥である。私もなんかみんなに情報提供したいな。なんかあるかな。本当に毎日さ話すことなさすぎてさ、今日から少し話せる舞台の話でも公開されてない情報とかをポロッと言わんようにせんといけんから、まあ、ほどほどにしか喋れなくて、毎日満員電車か食べ物の話はははは。あとしばらくはそのメールの自撮りの背景も稽古場のあの真っ黒の真っ黒い壁のなんか防音材みたいな吸収材みたいなあの壁のモコモコの壁の背景の自撮りが増えそうですね。確かに背景もシャツも黒。そうなんだよ、そうなんです。これ着てください、真ん中の4人はこれ着てくださいって言われて、そう突然配られて着ることになった。だから今日この服で行ったけど全然着替えタイム発生でした。そうなんです。あんないい位置にね座らせていただいちゃってペコペコってしてた。どこやってアーカイブ見たけど、なんか私ねーみたいななんかしてたね。もうね佐藤ゆらちゃん、佐藤ゆらちゃん、すのものちゃんって呼んでるんですけど、役名がすのものだからすのものちゃんがもう本当に可愛すぎて美人すぎて、もう私は今日はもう緊張しながらツーショットお願いして、そのままちゃん、こんばんは。あ、そう、ルーちゃんさん、四条さんね、七人字の四条さんはでも結構その本業の方というか活動グループ活動の方が結構いろいろ最近いろんなスケジュールがあったから、今日本当に初めてお話ししたって感じです。そうなんか配信上ではすごいそうそうなんですよ、配信上で結構もう昔からの仲みたいな感じでもうすごく慣れ慣れしくしてしまったんですけど、優しくしていただいてて。そうなんですよ、とても優しい方です。そう、もう慣れ慣れしくしてしまって申し訳ないと思いながらそう優しい、そうなんですよ。結構他の方もね、他のお仕事があったりとか次の舞台のオーディションがあったりとか、なんかそういうので全員が揃ったりはなかなかなかったり、あったりなかったりみたいな感じで、うん、そうそうなんです。ね、引っ込み思案の私もどうにかこう馴染ませていただいております。そう、あ、本当
いい雰囲気だった、本当よかった。もう結構緊張してました緊張してた。なんか YouTube の生配信ってあんまないからさ、緊張してた。しかもこう自分のショールームとかだとね、普段すると思うんですけど、なんか失言がないかとかすごい大丈夫かなって、なんかこうね、難しいじゃないですか、いろんな方が見てるから。そうなんです、緊張してました。で、あの配信が終わった後また稽古があったので稽古もみんな全然違うの。配信とかではあのみんなニコニコやってやってるけど、役になったらもう切り替えがすごくて、そう、お楽しみにしててほしいです。よそ行きパセリだったそうかも、よそ行きパセリかも、よそ行きでした多分。パちゃんの魅力にポチャンとハマってしまいました。なんかうまいようでうまくないようでうまいようなコメント、ハマってしまいましたか。イエーイイエーイイエーイ。明日も朝配信するね。明日は今日よりはゆっくりな感じ、今日がちょっと早かったから今日よりはゆっくりな気がします。何時ぐらいかな、うーん、9時ぐらい、9時ぐらいの配信になりそうです。ちょっとまた中途半端な時間で、お仕事中の方とかもねいらっしゃると思うんですけど、9時ぐらいの配信になるかと思います。髪の毛ほどいとこ、そう、縦あるっていうのさ、そう、縦する人もいるんですよね、手挙げてくださいみたいな流れになった時に、あ、これ手挙げんとって、なんかサプライズの方がいいんかなと思って、どうしようどうしようって葛藤してたの、心の中で。でも嘘つきになるじゃんだから徐々に上げてみた。だってさ、みんなにびっくりしてほしかったじゃん、ね、びっくりしてほしいじゃないですか、おおってなってほしいじゃん。そうなんです、これはみんな上げてるのか、前にいるから見えないし、全然周りが、これは一体どうなってるんだ。ね、これからあのつくるちゃんをたくさん皆さん愛してくださいまだビジュアルは公開されてないので、もう勝手に想像しちゃってくださいつくるちゃんっていう名前で想像してもらったら、パセリの演じるつくるちゃんはどんな見た目なんだろうか、わかりません。つくるちゃん、お、そう、再販始まって、そう、大阪完売確定ね。もう皆さんすべきことをしてくださったんだと思って、
ありがとうございます。ありがとうございます。大阪お話し会アルバム最後のねイベントだからリアルで会えるのも年内、こうやってお話とかで会えるのは年内最後になるから、もう1時間目からすごく楽しみにしてます。よろしくお願いします。生誕がいつになるからね生誕祭の感想とかも聞きたいけど、きっと大阪より後だろうね、多分わかんないけど、私も何も知らないけどね。12月8日だもん。いやでも1週間あるならもうね、生誕の感想も聞かせてもらいたいけど、まあ年明けもありそう。確かにありえるよ、全然ありえる。お、生誕 T シャツ届きました。ありがとう、ゲットしてくれて。もうパセリ養ってください、9人のパセリを。たくさんの報告ありがとう。パセも事務所行ったら多分受け取れるから、お揃いしようね。お揃いするね。あ、お手紙も待ってます。ぜひお待ちしてます。そう、パセ食費かかりますからね、アイス代。よろしくお願いします。生誕ティーの9人のパセリをみんなに養ってもらって。お、届きました、ありがとう。早く着てる姿も見たいよ、早く見たいよ。アイスは9人に1つですマジかい。じゃあピノはダメだね。ピノの6個やから喧嘩になるので9個入りとかのアイスにしてください。箱アイスにしてください。箱アイス1個換算でお願いします。みんなどのパセリが好きなのかな。9人のパセリ、10人目の本物かな、本物パセリかな。あ、雪見大福確かに9個入りかも。いっぱい入ってるやつ、そうかも。あ、いっぱいゲットしてくれたの、新潟に送りつけて、え9人のパセリを。あれ来てもらえるのか、舞台で。舞台、え、確かに稽古着、え、今度稽古着でパー着ていってみようかな。今私の去年の生誕ティー曽太郎の家にあるんだよね。この前のロケの時にパジャマ持ってきてくださいって書いてあったからパーで行こうと思ったんよ。いやでもさすがに寒いなって思って、半袖だからどうしよう、長袖のパジャマもう洗濯中だわみたいになって、曽太郎の借りたいの結局パジャマ、モコモコパジャマだから、その代わりにパーを置いてきた。なんていうっけ、こういうのなんていうんですか、身代わりみたいな。パジャマ借りたから代わりにパー置いてきちゃったから、今度今週末帰ったらパーと9人のパセリ生誕ティー持ってきて稽古で着ようかな。やばいと思われるかな視聴激しいと思われるかな。今日はなんか自己紹介があったんやけど、生配信でトップバッターだったんですね私は。でニックネームってさ普段言うじゃないですか、アイドル始まる前にそのルーちゃんさんにニックネームも言いますかって言ったら、合わせます、もし言われるのであれば合わせます、私も言いますって言ってくださったから、じゃあ私が言ったらみんな言うかなと思って、みんなないだろうけどニックネームとかないだろうけど言ってくれるかなと思ってそう言ってみたんだけど、みんなさ意外と私のニックネーム知らなくてえパセリみたいな感じ、なんかちょっとなんか後ろの方ちょっとざわみたいな、なんか動揺の動きみたいな音が聞こえて、あみたいなう
そうなんですよ。パセリ、パセリ。でも普段は役名で呼ばれてるので、そう。たまに尾崎さんって呼ばれる。尾崎さんって呼ばれることもあるし、尾崎さんって呼んでくださる方もいるし、役名でもほぼ役名です。ちゃん付けで呼ばれてます。ね、やっぱ尾崎さんとか言い直し系とか、うん、やっぱそう。今日キャッチフレーズどんなやつなのみたいな言われて、そう、いけちゃんみたいなキャッチフレーズあるのみたいな言われて、いけいけゴーゴーみたいなキャッチフレーズあるのって言われて、私のキャッチフレーズお先に失礼しますっていうやつですって言ったら、全部やってよって言われて、お先に失礼します、みんな誰帽子とっとパセリ、ありがとうございます、食わず嫌いはいけませんっていうやつですって言ったら、あ、私たちは何も言わなくていいんだみたいな言われて、あ、パセリって言ってくださいってなんかレクチャー始まってしまって、レクチャー大会、そう、レクチャーね、イケイケゴーゴーいいよね、やっぱイケイケゴーゴー、こんばんは。でもライブとかってさ、キャッチフレーズしないじゃん、公演じゃないとね。見に行きますねってみんな言ってくださるけど、公演じゃないとないからね。キャッチフレーズ言う機会ね、周年コンサートとかでやったらもうとんでもない数のさ、何列でやるんだろうね、何列編成なんだろうね、コンサートでキャッチフレーズする場合。でもあの初めてのコンサート、2期生初めての舞浜のコンサートの時、24人全員キャッチフレーズした気がする。長かった気がするもん、長いなと思った。やっぱそこでね、キャッチフレーズしたら1曲2曲できるもんね、普通に。周年とかではキャッチフレーズする機会はないと思うんですけど、みんなも公園ではいっぱいパセリーって言ってください。うん、いっぱい呼んでください。そうね、やってたよね。でも私普段公演でもさ、1列目で自己紹介するから、他のメンバーの自己紹介をやる機会が少なくて寂しいです。裏で聞いてる、着替えながら聞いたりしてます、 MC とかも。そう、寂しいです。そうね、そっか、新公演になったらその順番も変わるんか。ほんとだ、ほんとじゃん。ついに私が2列目3列目とかなるかもしれん。え、くるくるのやつやったことないよ私。ツンツンもうやったことないかも。ノーピーぐらい 2.5 期でやった。あ、安住はありますね。安住はあるけど、他あるかな、このメンバー。でも千穂さんも PR 舞台の時ぐらいしかしたことない。千穂さん、あかりんさんのもあんまりしたことない。うん、さこちゃんとかももう僕隊時代とかも、もう3年前ぐらいが最後かもしれない。そうなんです。ち
ょっと寂しいです。1列目になると。もう急いで着替えてイヤリング、やばいやばい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 、ってやってるから。そう、バタバタしてます。どんなキャッチフレーズが好き？でも、こうリオパワー好きだよ。誰が好きだろうね。うどんで決まりも好きよ。いえも好きだし、やっぱ工藤理子ですかな。もう工藤理子ですはこの前のマイカー公演の時も隣がかなうちゃんだったんですけど、かなうちゃん初めてやるから次これだよってこうやって教えたらってこうやって笑顔で返してきて、私が工藤理子ですって言ったらかなうちゃん分からずみたいになってて、あみたいな、遅れてて可愛かった。ただ私がかなうちゃんに向けてうんってしたら人みたいになってて恥ずかしかった。工藤理子ですこれだよってか分からんよね、そりゃね。急にこんな横見たら先輩がこれしてきてたらさ、え何この人ってなるよね。そういうまあ、確かに初見では難しい。指すまじゃないよ。工藤理子です、いいよね。あれおはこりもいいし、私もなんか朝木せりかですみたいな、もうパクリ。やっぱアメトーク見るとか全然見てなかった。みなみさんのは一回やったことある気がするな、なんかで、なんかでやった、なんかの時一回やった気がするんですよね。でも被らないもんね。あれなんかのフェスかなんかでやったんかな、一回やった気がします。早くさあ、またさ、一番のお気に入りを聞かれたいわ。一番のお気に入りはって聞かれたいわ。もう答えさせてくれんから、オキさん卒業してからもうお気に入り聞いてもらえんくなっちゃったっけ。オキちゃーんって言えなくなっちゃった。早く聞いてください、お気に入り。私の一番のお気に入りを聞かせて、言わせて、言いたいことがあるんだようです。こんばんは、やっ涙涙涙。そう、ピュアルブタの時に初めて千穂さんとかあかりんさんとかのキャッチフレーズ、マイキューさんのクエスチョンとかを初めて一緒にやれたよ多分。クエスチョン、みんなすごいよね、キャッチフレーズ個性豊かで。個性とか、今日45分に終わろうかな。45分までします。今日ちょっともうすやすやが始まりそう。風呂が待ってます。やったーよー。ドライヤーが一番大変。でももうお風呂だらだらお風呂わーわーとかやってる時間がもったいないからね。テキパキテキパキテキパキ頑張るね。みんな終わったの？もうお風呂終わったんですか？もうお風呂終わり界隈？お風呂完了界隈ですか？私だけなんか肩にゴミついとるじゃん。
恥ずかしい、これで稽古しとったんか一日、誰も教えてくれんかった。尾崎さん肩にゴミついてます、誰も言ってくれんかった。まだ界隈キャンセル界隈にならんように気ぃつけようね。え、布団の中やばねえ、寝るだけ置いてかないでよ、もう布団です。なんで、あ、最寄り駅着いた、気をつけてね、背後に、背後も前も上も下も気をつけて、何でも。お風呂待ち界隈はいいね、風呂待ち入る気はもうあるじゃん、だってそれは寝るだけ、まあ羨ましい、いいですね。布団、お布団、お布団でゴロゴロ、今日もこのコロコロを使おう、これでいっぱいコロコロします、これでいっぱいコロコロしてから寝よう、コロ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 、便利です、これ昨日買っといてよかったです。電車の中人多いですか、この時間って。私この時間は電車乗ったことないけん、どんぐらいの混み具合なんだろう、結構少ない、少ないのも怖いね、電車なんか知らない架空の駅とかに到着しそうで怖いよね。トゥルルルン、トゥルルルン、トゥルルルルン、ルルルルルン、この時間も多いの、みんな働いてんの、あ、あれかな、飲み会帰りとかなのかな、みんな大変だ毎日、お疲れ様です、心の汚れお掃除します、日々の嫌な言葉を受けたりして心にこうやって張り付いた汚れたちをきれいにしてピカピカにします。みんな笑顔で過ごすんだよ、確かに、そっか、夜勤とかで今からの方も多いか、そうだよね、そっか、毛が取れるからやめて、うん、もう名前がもう切実な願いって感じ、心汚れっぱなしマジ、うん、大変、お掃除して、心、水でこうやって洗い流して、洗い流して、ほらほらほら、これ白のスプレーでいい匂いにしときな、心、みかんでも食べてる、ビタミン取って、なんだったらこれもあげるから、3個あるから、ほら、なんて分け合おうじゃないか、分け合おう、もう終わる時間、自分で45分に終わるとか言いながらもう終わる時間早いですね。じゃあそろそろ男女読んで終わるか、終わりますか、わあすごい、見てくれてありがとう、ございました、うん、今日もみんなの返信とかコメントとかすごく励まされました、一日ありがとう、本当に本当にありがとうございます、今日これ食べたよとかそういう返信でも励まされてるから、私マックの新メニュー美味しかった、食べたくなっちゃうじゃん、そんなん聞いたら、今日の夜ご飯も鍋買ったから、鍋食べながらマックのことを思うね、ハンバーガー食べてる気持ちで鍋を食べますね。え、もう月見終わったの、まだゼロ月見だよえ、まだやってる、え、もうさすがに終わった、嘘でしょ、え、ゼロ、終わったの？
っかり忘れてました。え、火曜日で終わったの？一昨日まで？また来年。マジか、一昨日までか。そっか、じゃあグラコロデビューしてみようかな。人生初グラコロ。うん、じゃあそろそろ壇上読んで終わりたいと思います。皆さん本日もありがとうございました。それでは壇上タイム参ります。いくよ。13位いもけんぴさん、12位メロンのあさこさん、11位まちゃるさん、10位パパパンダさん、9位陣内さん、8位トラッキーさん、7位フェリスさん、6位プルンさん、5位しんいちさん、4位よしひろさん、3位ゼットさん、2位いっちゃん、1位ジーツーさん、ありがとうございます。ありがとう、ギフトもありがとう。結婚してギフトはお断りです。お断りです。あの生誕ティーの9人のパセリの方を養ってください。10人目の本物パセリはちょっとまだアイドルしたいので、生誕ティーの9人のパセリで我慢してください。それではおやすみなさい。また明日の朝です。おやすみ。ありがとう、見てくれて。いっぱい寝てね。おやすみなさい。